大谷翔平さん、配球まで全部自分でやり始める。2年連続で開幕投手を務めた、エンゼルス大谷翔平投手のサイン伝達機器、ピッチコムの使用方法が独特だと、米メディアで話題になっている。大谷は今季から導入された投球時間制限ピッチクロック対策として、腰からサインを受けるのではなく、自分からサインを出すことに決めたという。その理由をネビン監督は、翔平はたくさんの球種を持っているため、サインを決めるときに何度も首を振り続けたら時間がなくなってしまうと説明している。キャッチャーただの球受けがかりじゃん。マジレスするとメジャーはもともとピッチャー主導や日本と違って。翔平、ガチ三刀流。日本だったらうるせえ大御所ジジイが絶対文句言うやろな。サインなしでキチゲイスライダー受けなあかんのか。サインはあるで、腕につけた機械で大谷からキャッチャーに何投げるかサイン送ってる。ちなみにピッチコム導入後の防御率トップは大谷らしい。サイン盗まれんで済むしええやん。これもう三刀流だろ。もう大谷一人で野球してるやろ。